タニギキョウ、ペラーカーペカーノーザバリエーション、シルカーデスは、キキョウタニギキョウ族の多年草。山林に生え、小さな白い花をつける。ごく小柄で、柔らかい草。外見的には、キキョウの類というよりは、箱辺の仲間とでもいう方が、似つかわしいような草である。細い地下茎が枝分かれし、その先端は立ち上がって、地上茎となる。そのために、 多数の地上径が互いに近い距離で集まった群落を作りやすい。地上径は細くて基部はやや刃うが、先は直立し、高さはせいぜい10センチメートルほど。刃は地上径にやや間を空けて生じ、個性。上のものほど大きい。下部の刃にははっきりした傭兵があり、上の刃では柄はほとんどなく、葉は6から20ミリメートルほど。 茎の先端には葉が集まって水平に近い面を作る。形はほぼ円形、基部は丸く、先端は鈍く尖り、先端側の葉の円に荒くて丸い巨子が少し出る。葉の表面には短い毛がまばらに出る。花は春から夏にかけて咲く。地上茎の先端か、その近くの傭兵の基部から家系が出て、枝葉を抜いて上に伸び出し、その先端に上向きに一輪をつける。 果敢は長さ5から8ミリメートル、白からわずかに紫を帯びる。その先端は5つに分かれ、それぞれは好皮神経、ほぼ水平に開いて星型になる。果実は下を向く。山間部の森林の木陰に生える。水気の多いところによく生え、渓流の周辺や水の湧くところに苔に混じるようにして、小さな群落を作っているのを見ることが多い。花は小さいが密生して、 多数が咲いている様子は、それなりに目を引く。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布する。国外では、南千島、朝鮮、中国、カラフト、カムチャッカに分布する。特にない。山野草として栽培されることも聞かない。谷木郷族には、この種しか存在しない。基本編集は、ヒマラヤに分布する。ありがとうございます。